ゴルフは好きだがうまくはない。こんにちは、コウタロウです。今回もインター FM グリーンジャケットのコーナー、ホットショット with ジーディオの収録風景を動画にしてお届けします。引き続きゲストは青木セレナプロです。今回は試合での失敗から学ぶ青木プロ流哲学についてお話を聞いてきました。それではごゆっくりお楽しみください。前回はもう日本中のゴルファーがひっくり返った逸話、はい、球数を打ってうまくなるんじゃないかというゴルフの本当そういう常識的な部分をもう青木プロは簡単に崩しちゃったわけですけれども、はい、まあ、そういうね、やっぱりまあ姉さん聞いててもやっぱり天才少女ですね。もうこれはもう間違いなく、ちょっとなんかこう自分でなんかこう考えている感じが、なんかね、人に打たない方がいいよとかそうじゃなくて、こう何か面白く楽しみながら、こうやってるのがいいよね。いや、いい、うん、いや、そういう考えにならないんですけど、ね、なんかもっとね、やっぱ大人の意見をすごい吸収しちゃうジュニアゴルファー、あと辛そうな子も結構多いじゃないですか、最近は特に多いですけど ね、やっぱり自分で考えて練習する方が結果、まあ、試合中とかは一人で考えることが大事になってきますし、そこで出せるかっていう、そのなんか10球中8球打てる選手っていっぱいいるんですけど、1分の1を出せる選手がやっぱ少ないと思うんですよ。その時に打てるかどうか、はい、書いたそっちの方が大事なんで、はい、まあ、そのためにはまず己を知るっていうところが大事ですね。まさにでも、はい、そうですよね。ほとんどのアマチュアの人は さっきの青木プロの前者の方ですよね。やっぱり10球中やっぱりなんか8球打てるか打てないかみたいなことで考えちゃうんですけど、その1分の1、そうです、その場で出せたら練習場で出なくても正解なんで、ね、確かに。でも練習場で出なかったら出ないよって教えが多いから、はい、そうです、死ぬほど練習するじゃないですか。そうなんです。でもだったらゴルフ場のこのコースに行ってもうひたすら球打ったりとか、ラウンドしてたりの方が、まあ、傾斜地とかこう風とか、まあ、その影響によって自分がどういうミスが出やすいかとか、もう本当そっちの方がすごくその幼少期からやってたので、練習量はまあ少なくてもっていう感じですか。いや、なんか本当考え方が大人、ちっちゃい頃から大人っぽい、はい、じゃない。本当に、本当に、いや、だから、うん、なんでそうなったのかなっていう。そうですね、うん、なんでですかね。そのゴルフ以外の発想もそうですか例えば学校の、はい、宿題みたいなのも、はい、もうとにかく宿題は全然、夏休みどっちタイプですか。あの、もうわーって言ってもう後半で、はい、あ、やべやべってわーってするタイプか、それとももう序盤でもう片付けちゃって、はい、あと遊ぶ。幼少期はもうギリギリまで溜め込むタイプでした。だ、結構あの学校の勉強はそんなにできるタイプじゃなかったので。あ、そうなんですか。はい、でもなんかそういうゴルフとかをそういうマインドになってからは、こう私生活とか今こう最近とかも先に片付けるようにはしてますね。ゴルフが変えたんですか。ゴルフが、はい、性格変えてくれたというか、まあ、習慣変えてくれた感じですかね。いや、だってな、ねえ、本来子供だったらなんか無邪気なはずなのに、うん、こうなんか哲学的な話をすごいするじゃない。そうですね、好き、そういうのも好きなのかもしれないですけど、うん、そうですね、あの文章とか読んだりしても、うん、こうなんかいろいろ考えてらっしゃるなっていう、うんうん、ありがとうございます。考えるのが好きなんですか。本読むのが好きだったからってそうなりますよね。読んどいたらよかった。全然哲学的に生きてこなかったから、もう反応と感覚で生きてきましたからね。反射と、まあ、もう本当にそれのみ。それも大事ですね。もう火傷ばっかりも、あ、違う、熱いみたいな。考えるより先に体がっていう。なるほど、ね、大事。いや、でもすごい、そうですね、まあ、そういう話が第1部でございましたけれども、はい、まあ、第2回ではですね、まあ、よりその、まあ、青木セレナプロとして、はい、こうデビューする、まあ、あるいはプロに私はなるんだって決めた日のこととかね、いろいろ伺いたいなと思うんですけども、はい、2006年大王製紙エリエルレディス、はい、この出場がプロの大会に、まあ、これアマチュアの時ですか。これはそうです、あの 先ほどあの前回 の、うん、その日韓アマチュアの全国大会の優勝の副賞がこれの出場権だったんです。そこに繋がってるんですね。そうなんです。なんか、13歳の時に、はいはい、初めてプロの試合に出まして、まあ、それまでは、まあ、なんとなく
あプロになりたいなっていうざっくりした考えはあったんですよ、子供ながらに。あんな戦績なのに、はい、そうですね、なりたいなっていう、はあ、プロテストどんな感じなのかなっていうぐらいだったんですけど、やっぱ初めてこうやっぱ職場体験じゃないですけど、実際にその職場こうプロの世界を体験して、他のプロの皆さんと触れ合って、ああなんかここでプロとして戦いたいなっていうのがこの大会に出て思いましたね。これもすごくないですか。すごいですね。いや本当行って、うん、はーってもこの物おじするっていうか、うん、そういうんじゃなくて、うんはい、ああもうこれ私ここだねっていうことでしょ。いやでも悔しすぎてです。あこの時はやっぱりもう本当に、はい、もうコテンパンでした。コテンパン、はい、やっぱ初めて そのプロの大会で、まず自分の周りにその今までだったらすごい友達とかが仲いい子たちがいたのが誰もいないわけですよ。そうですよね、108人の中に、はい、でまあ、なんかこう同じアママークで出てる方も森田理香子さんと宮里美香さんが出てて、ね、もう雲の上のナショナルチームの存在ですよね。でやっぱ喋る人がいない、うん、練習場行ってもその区切りがないじゃないですか、芝 で間にこう入っていかなきゃいけない、後ろ当たりそうだしって言って、もう長いもの打てなくて怖いし、で並んでたら後ろお願いしますってカゴ置くのがルールなんですけど、そんなことも誰も教えてくれないし、もうまずもうプロ怖いっていう印象 で試合始まったら始まったで、こうプロのトーナメントのセッティングに全然対応できず、うん、もう本当にコテンパンに、はい、ビリの方でしたね完全に。その時に回った同組でプレーしたプロのこととかは覚えてますか。はい、そうですね覚えてますし、あと堀夏香ちゃんが同い年なんですけど、はい、堀夏香も、四国アマーとかのなんか上位の成績で権 利、はい、権利で出てて、はい、同じ組で回ったのを覚えてますね。そうなんです。あそうなんですね、はい、うわすごいデビューですねでも今話聞く限りだとその必ずしもキラキラした感じというよりは、はい、あれちょっと怖いぞみたいな、うん、そうですね、ありましたね。すごい悔しかったですし、うん、でもやっぱりこうプロの世界って、うん、あこういうところなんだなっていうのを、はい、やっぱ実際に体験してなるほどっていうところで最初は。今のなるほどはあれですね、球数をこれやっぱり増やさなきゃいけないとそういうことですね。練習まだ思わなかったですね。思わない思うまではまだ何年か戦ってますね。まだ100球と200球で戦ってる感じ。そうです、はい、戦ってましたすごいですね、はい、そこから何か学んで何か考えてたとこってありますか。うんうんうん、そうですね、なんか負けから学ぶ的なね、やっぱりこうまずアマチュアの試合とプロの試合 このセッティングの違いっていうところがすごく大きいなと思って、グリーンは硬いし速いしで距離は長いしで、結構そのエリエル松山の試合だったんですけど、アップダウンが結構かなりあって、やっぱり多少パワーというかその飛ばし屋向きなゴルフ場だったので、飛距離も必要だなっていうふうにも思いましたし、やっぱりその練習の内容とかは少し意識したり、こうクラブセッティングとかもそうですけど、なんか初めてそういう方にこう目を向けるきっかけにはなりましたね。まあ、そうですよね。ずっとジュニアの時って特にそのギアとかって、そうなんですよ、あんまりまだ知識もない段階で、はい、バラバラだと思います。結構そのなんかそうですね、特に何が、まあ、アプローチはどうでしたか。通用すると思いました。そうですね、小技は結構通用するかなとは、はい、正直こう思った部分はありますね。でもバンカーが当時あんまり得意じゃなかったんですよ、まだ。あ、そうですか。今はすごい得意なんですけど、やっぱその結構ショートサイドに狙っていったりとか、その花道にバンカーとかがあると、まあ、長い距離が残るとどうしてもそこがなかなかクリアできなかったりとかして、はいはい、まあ、その辺は改めて試合に出てその緊張感もありながら、うん、その中でこううまく打てるようになるのはもうちょっと、まあそうですね、工夫して練習しないとかなと思いましたね。そのギアっていうところでいうと、例えばドライバーとか、はい、フェアウェイウッドとか、そっちですか、ちょっと飛ぶ方の。そうですね、なんかスピン量とか高さとか、なんか高さが必要かなって思いましたね。やっぱコンパクション、まあ、グリーンの硬さがやっぱり全然 で、はい、でもこの全国大会のレベルでも結構グリーンって硬いそうですね、セッティングってあると思うんですけど、はい、プロはまたさらに、またさらに1段階2段階ぐらい上だったかもしれないですね。本当止まらないですよね。止まらないです。なんか落ちる音もコンっていうし、当時特にもっと今よりは硬かった印象はあって、
最近のツアーの方がやっぱちょっとこう暑さとかもあってなかなか枯れにくい、そこまで固くできない、はい、そういうのがあって、そうですね、本当にコテンパンにやられました。でも本当にその時の経験とかもあって、はい、あのまあ、今年去年かの優勝にもつながったぐらい、うん、その失敗談がありすぎてそれを全部避けてった結果が優勝だったっていうぐらい、でこの時の経験はすごくあの頭にめちゃめちゃ残ってますね、はい、去年回ってても、あ、初めて来た時ここ右ラフでクリークで打ったんだよねって言いながら去年ラウンドしてて、で実際、去年は9番アイアンでセカンド打ってたりとか、すごいあの成長を感じながら、はい、ラウンドしましたね。これもなかなかないことですよ ね、 やっぱ覚えてるっていう、なんか悪いこととかってやっぱ結構消したくなっちゃうじゃないですか。はい、確かにそうですね。はい、はい、時間になりました。まさかの今のハイは、はい、その時間が一旦2回は締めさせていただきます。いやいやいや、はい、もうすごい、もう僕弟子入りしたい。ありがとうございます。いやもう本当に、じゃあ次は第3回ということで、はい、よろしくお願いします。